家料とは、中世の検問が代々伝領してきた、所領、荘園などのこと。奈良時代末期から、平安時代初期に、皇進、貴族が所有して、家長、内府、家印などを用いた、命令文書で消しなどに命じて経営させた、初期荘園を、家料、家だなどと呼称したのが最初と考えられている。平安時代中期以後、 藤原北家などの藤原氏一族が、さらに細分化され、旧条流、小野宮流、関員流などが成立し、やがて旧条流から派生した、御堂流が設計としての地位を確立した。その過程で、それぞれの市や家に付属する所領や荘園、地没堂などの施設が、一族内部を統制する機能を持ち、市長者や課長などの本の市によって管理されるようになった。 そうした書量や書縁を、それぞれの本主の官職、位階に基づいて区別し、本主のどころによって統括され、家主を預かり書に部任して、商務を行わせた。家領の権利書である公言は、遺益などとともに代々着難などの後継者に継承された。検問の中でも最大の家領を有していたのは、未動流石管家であった。元は、 富士市長者としての所領を中核としていたが、後には、市員である管学院や、道流ゆかりの寺院である、北上寺や平等院などの寺院領が石関家の家領として扱われるようになった。その後、石関家の分立に伴ってこうした家領は、渡り領として、石関富士市長者の地位と共に移動し、陰世紀以後に石関家の財産となった所領、荘園は、この部屋、 九条家などに分割され、後に五つに分立したそれぞれの石関家固有の、家領として確立されることになった。ありがとうございます。